地は三重県伊勢市小畑町の県道37号鳥羽松坂線の伊勢市方面なのだ。三重県道428号伊勢小畑松坂線は昭和34年1月25日に指定され、昭和34年1月25日に供用が開始された。三重県伊勢市川端町の県道37号鳥羽松坂線と県道38号伊勢大宮線との渡来橋西爪交差点を起点とし、三重県松阪市早混ぜ町の県道37号鳥羽松坂線との串田橋南爪交差点で終点となる。総延長距離が 11.970km ある。レベル5の大変難しい路線で、旧伊勢街道を通る歴史ある路線なため、道幅かなり狭く人家は密集してるので人通りに注意が必要なのだ。経路も起点からしばらくは複雑で、地図がないと間違えるのだ。起点は県道37号の鳥羽松坂線と県道38号の伊勢大宮線との渡来橋西爪交差点から始まり、宮川とともに下り JR 三宮線を越えたあたりで急に左折し、旧伊勢街道を走行するのだ。このあたりから終点までは道幅の狭い区間が多くなるので注意するのだ。あと旧伊勢街道とは別の路線を通る場所があり、ややこしいので注意が必要なのだ。三重県道511号豊北港小畑線と少し重複した後、西の方へ回送路で進み、県道713号東与伊豆小畑線付近から旧伊勢街道に戻るのだ。松阪市まで近鉄山田線と並走しながら、旧伊勢街道沿いの狭く人通り車の通りの多い区間を走り抜け、県道37号鳥羽松阪線との串田橋南爪交差点で終点となるのだ。以上、三重県道428号の概要だったのだ。
三重県滝郡明和町に入ったのだ。
三重県滝郡明和町から三重県松阪市に入ったのだ。次の串田橋南爪交差点で三重県道428号は終着、終点なのだ。長旅、お疲れ様なのだ。